草薙チャンネルにようこそ。パンダチャンネル。はい、すみませんでした。なんか、はい、今日はいつもと違ったパターンで。はい、失礼します。はい、失礼します。草薙さん、じゃあ1本目を撮りたいんですが、と先に目隠しをしていただけないでしょうか。わかりました。ちょっと、はい、はい、かわいいね。はい、パンダちゃん。パンダちゃんで、はい、はい、ありがとうございます。メガネが、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 はい、じゃあちょっとゆっくり前に来てください。あ、メガネが、メガネが。草薙チャンネルにようこそ。パンダチャンネル。はい、すみませんでした。なんか、はい、今日はいつもと違ったパターンで、いつもと違ったパターンでお送りしたいんですが、ちょっと今日は素敵なお知らせございますので、はい、このタイミングでメガネを、メガネじゃなくて目隠しを外しちゃって大丈夫ですか。はい、じゃあ目を大きく開けてください。オープンだー。はい、おー、あ、いいね。めちゃくちゃいいじゃないですか。草薙さん、あと100万人に向けてもうちょっとというところで、はいはい、さらにチャンネルをパワーアップしたいかなと思いまして、勝手にリニューアルしちゃいました。やったー、パチ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 ということで、いや、ほんとなんかね、ナチュラルに始まってるんですけどね、草薙チャンネルにようこそということで。いや、びっくり。うわ、なんか俺好きなやついっぱいあるじゃん。なんかバイクとか、かっこいい。何これ。ちょっと自宅をイメージさせてもらって、いろいろ勝手に動かせてもらって、ね、全くこんな部屋じゃないんですけど、うちの部屋は散らかってて整理したらなんかこんな感じになるのかもしれない。あのね、ファンの方にね、ああいう車とかやっぱいただくんですよ、舞台やった時とか。それちゃんとね、あのね、家に持って帰ってるんですけど、ここにね、飾るとこうなるかもしれないな。いいですね。こういうのはちょっとないかな、さすがに。うん、でもね、近いの持ってる、ああいうの。うん、そう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 。ああ、これすごいね、ブリキのおもちゃだこれ。こんなのね、あるよあるよあるよ。かっこいいじゃないですか。手作り感満載でいいね。なんだろうこれ、まあ、ハーレーだね、昔のね、多分ね。結構短気筒これ V 気筒じゃなくて短気筒の、こんな、まあ、ここはちょっとなんだろうな、これイメージで作ってるんだろうね。おお、これいい。こっちなんかすごい精密だよね。何これ、何これ、重い、重いぜこれ。かっこいい。何これ、昆虫みたいな感じだよね。かなりデフォルメされてるバイクですけど、かなりこんなカスタムバイクあったらかっこいいんじゃないね。でもなんかありそうですけどね、海外とかのショーとかで。すげえな、これチェーンになってるタイヤが、お、回る、すげえ。何これ、いや、よくできてるわ。あ、とってもいいじゃないですか。ちょっとチェックします。お、これなんかちょっとタッチ違うぜ。木でできてる、これも、まあ、ブリキ、こっちとちょっとタッチ違う。いいね。これも確実なんかやっぱりあれだね、ハーレーとかね、 V 気筒だったですね、 OHV の。うん、すげえな。サドルバック的ななんか後ろに荷物詰めるとこあったりして、すごいね。スピードメーターもこれ超かなり忠実に再現されて、こう風防、風よけ、ロングランの時にはちょっといいと言われてるんですけどね。僕はね、これついてないの、僕のバイク。すごいですねこれ。いいね、かっこいいじゃんこれ。はい、これかっちょいい、かっこいい、これかっこいい。これ有名な車なのかな、レトロな車だね。多分なんか見たことあるね、映画とかでね。結構中も忠実にサイドブレーキとかまで、すごいね。スピードメーターとかもちゃんとついてるよ。あ、アクセルとかクラッチとか全部ついてる。すげえなこれ。これハンドル回すとタイヤが動きます。すごいね。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしなんかご自宅で飾るところないとかあれば、もう全然こっちに持ってきちゃっていただいてもいいのかなって思いますね。そうだね、増やしていこうかね。
フレンチブルのあれ可愛いね、あれね。だ正確にはフレンチブルじゃないらしいね。ボストンテリアだね、あれね。あ、でもね、なんかボストンテリアとフレンチブルのは、なんかちょうど、なんか中間ぐらいの感じ。それも実はクルちゃんのベッドっていう感じでちょっと用意させてもらって、ちょっとゆっくりしてもらえたらなぁなんて思いますね。いいですね。ね、結構細部にわたってなんか気が利いてる。いや、こんなおしゃれな部屋ではないんですけどね。今日なんか日差しが良くて、こっちここも変えたら、ここそこを変えてジェットブラインドにしてみました。なんかここがいいよね、これいいよね。なんか全体的にいいんですけど、とてもいい。ちょっとずつまた草薙さんっぽくアレンジしてもらえばいいかなと思ってます。いいですね。ちょっとガレージ風になってて、またね。Kチャンネルだ。やる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 。いいですね。とってもおしゃれ。草薙さんに何も言わずにこっそり変えてみたんですけど。あ、違うしたね。僕が京都に行ってる間にこっそりやってました。リフォームしましたね。で、これは本物のあれじゃないよね。これいいよね。夜になるとすごいいいよ、雰囲気がね。夜の撮影でもまた雰囲気ちょっと違ってくると思いますね。いやー、なんか申し訳ない、なんかすいませんね、なんか。あ、これ結構柔らかくてなんかいい感じなんだね、これね。いいね、キングカーン。これね、これすごいね。お尻がいいね、お尻がいい。お尻がペペペペペペペ。いいですね。いやー、感動しました、私。こちらでまた100万人に向けてまたちょっとずつやっていこうと思います。いやー、本当にありがとうございます。なんか僕が京都に行っている間にこんなになんか僕のイメージを浸透させてのリフォームということでね。100万人、もう本当にあと少しで皆さんのおかげで到達するときにはね、またね、何か考えてますのでね、チャンネル登録よろしくということで、ぜひとも最後まで皆さんお見逃しなくということで、それじゃあね、またね、バイバーイ。あ、それどうですか。こちらもう一個プレゼント、まだあるんですか。ございます。なんか何も書いてないカンペでも出してるのかなと思って。あー、出た、出てーん。京都デニムって入ってますね。ね。で、さっきも言いましたが、京都で舞台をやってて、それで公演の前にね、ちょっとお邪魔して、そう、友禅染め、やってきました。見てみましょう。オープン。あ、なんか、いいね、なんかこの、なにこれ、京都っぽいよ。いいね。この和紙みたいなもの使ってるのかな。和紙だ、和紙。すごい。和紙ですよ、皆さん。ジーンズが和紙で入ってくる。どういうこと？おお、なんか着物みたいな感じ。あ、来ました来ました。でん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 。これですよ、これ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 。くるみちゃん。あ、なんか色がね、当時塗った当時よりいい。あ、結構いいじゃないですか。あ、でもいいね。俺の友禅染めいいね。ちょっとアップで見て。実物。いいね。これ後で、プロの方が手加えた？加えてないよ。そのぐらいなのか。あ、いいね。こういう感じ。あ、これいいね。色落ちもいいからね。こういうジーンズもたまに履くといいかもしれない。やっぱ参考にして正解だったな、なんか。できました、皆さん。やったやったー。ということで、ありがとうございます。今度次回これ履いてやりましょう。はい、ということで、京都からのですね、お土産も届いて、いやー、なんか、もう、まんまん満足ですね。僕満足って感じなんですけどね。いや、本当に100万人目指して頑張りますので、皆さんチャンネル登録よろしくね。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。やったやった。皆さん、いつも動画を見てくれてありがとうございます。皆さんの意見もお待ちしてますので、 Twitter とか YouTube の方に意見を寄せて送ってください。チャンネル登録もよろしくね。僕はくるっ
じゃあね、みんなにバイバイって、いつもありがとう、バイバーイ。